こんにちは。こんにちは。メンタルケアジャパンの中浩二と申します。今日は心の病について田中所長にお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。そうですね、近場の方もいらっしゃいますが、基本的にはもう全国からいらっしゃいます。北は仙台、南は九州、沖縄の方からいらっしゃるクライアントさんもいらっしゃいます。お薬の服用だけで、根本的にメンタルの状態を改善するというのは非常に難しいと思います。というのは、お薬というのは今の辛い症状をお薬の成分によってコントロールするという療法ですので、メンタルそのものが変わっていかないと病気そのものが根本的に改善するということは非常に難しいのではないかなというふうに思います。症状をコントロールするだけではなくて、メンタルそのものをというのを変えていくための手術を行っていかないと、なかなか改善していかないということになると思います。